こんにちは、ゆきです。今日はね、ゆきゆる動画です。はい、前回もね、お風呂の入浴剤入れてみたよっていうことで11日、12日かなをやってきたんですけども、今回13日目、14日目をねやっていきたいと思います。それでは早速言っていきたいと思います。まあ、またね簡単に言ってきますけども、まず13日目、こちらです。こちらの入浴剤を入れてみました。はい、でね、中の粉の色はすんごいブルーの濃い色でした。こんな感じ。はい、でお風呂に入れてみると若干薄まるんだけど、綺麗なブルーの色、こんな色してましたね。はい、でこれは入浴剤でも薬用入浴剤だったみたいですね、こちら。はい、でね、香りはスミレの香りっていうことだったんですけども、実際スミレの香りちゃんとしてました。はい、ちゃんとほのかにスミレの香りするなと思ってたんですよね。はい、僕の家のところにね、時期になるとスミレの花とか咲いてたりして、まあそれに近いような匂いはしたのかなとは思います。はい、まあねめちゃくちゃバンバンそのスミレの香りっていうわけじゃないんですけども、ほのかになんか してるかなっていう感じでしたね。はい、はい、次14日目はねこちら入れてみました。で中の粉の色が結構濃いパープル系のお色でしたね。パープルの色でした。でお風呂に入れるとこんな感じ、薄いなんかね紫色、なんかちょっとグレープジュースを薄めちゃったみたいなね感じの薄色な感じ。うん、でこちらは香りはなんていうのかな、香水っぽいような香り、うん、香水っぽいような香りがふわーってしてました。やっぱり香水ってやっぱり好みがあるじゃないですか。好き嫌いとかさ、いろいろあるじゃないですか。僕苦手これ好きとかいろいろあるじゃないですか。そういうもので、まあ、香水っぽいなと思ったんですよね。まあそんなに苦手っぽいような感じではなかったんですけど、これはねわりかしそんなになんていうのかな、結構香水の匂いがうんとしてたっていうわけではなかったですね。なのでまあそんなになんていうのかな リラックスをちゃんとしてるっていうのかな、うん、リラックスできないってわけじゃなくリラックスはちゃんとして入れてたのかなとは思います。はい、まあねこういった感じでまたね簡単に今回は13日目14日目やってきたんですけども、次はねまた15日目16日目をやっていきたいと思うので、まあ、そちらもねできればなとやっていければなと思います。またねいつもの通りに下の方にね Twitter の方のリンクの方貼り付けておきますので、リアルの、ね、タイムで見る場合はですねその Twitter の方からそのツイートを見ていただければ見られるので、そちらの方のもねまた見ていただければ、嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。シャバダバイバーイ。